ご視聴いただきありがとうございます。ボーカルスタイリストの西です。今回はエゴラッピンの中野芳恵さんの音域とかテクニック、その他魅力を僭越ながらボイストレーナー目線で語らせていただきます。エゴラッピンは大阪が生んだ大スターですが、何よりボーカルの中野さん、よっちゃんは地元が一緒なんですよ。まあ、とか言って全然知り合いでもないし、単なる地元が一緒っていう自慢だけなんですけれど、今でこそフェスといえばエゴラッピンっていう感じで大人気ですよね。僕はインディーズ時代から大好きで、ライブも行っていたし、 CD とアナログ版を両方買って部屋に飾ったりしていました。ちなみにライブに行ったことある方わかると思うんですけれど、酸欠になるんですよね。興奮してっていう意味でもそうだし、押し倒されてっていう物理的に、まあただそれを体感したくて行くんですよね。大阪のいい感じの裏感というか、まあ、僕の大好きな爽やかじゃない部分、怒られるかもしれないですけれど、そういう世界観を表現してくれているような気がして、エゴラッピン大好きです。さて、まずは音域ですが、この方のボーカルは縦横無尽にアドリブとかするし、 CD 音源とライブ音源で全然違ったりするじゃないですか。まあ、なのでどれだけ高い声が出せるのかとか、低い声が出るのか調査しきれません。なので今回はレッスンでも人気のある色彩のブルース、そしてくちばしにチェリーで、僕の大好きなかつて、この3曲のレコーディング音源に絞ってお話ししますね。まず最高音はくちばしにチェリーのF の5番ファという音です。この方のハイトーンは本当に独特な声ですよね。くちばしのクというところが一番高い音でした。中野さんの声自体がよく昭和を代表するシンガーである笠置シヅ子さんを彷彿とさせると言われているくらい面白い声なんですけれど、ちなみに僕知らなかったんですが、ドラマで笠置シヅ子さん役をやられていたことがあるらしいんですよね。もう適任としか言えないです。声質はとても丸くて、鼻腔共鳴、つまり高めの周波数をあんまりつけすぎない、口と喉の空間をふんだんに使った声だと思います。いわゆるミックスボイスといっても、全くキンキンしていない柔らかな声なんですね。若干、もう本当に若干なんですけれど、ファルセットよりミックスボイスなんて表現される声だと思います。これ意外じゃないでしょうか。エゴラッピンって激しいっていうイメージありますよね。だから中野さんの声が柔らかな印象っていうのは正反対っていう感じしますよね。けど中野さんのボーカルだけ抜き出してみると、うるさくないんですよ。エゴラッピンサウンドといえば管楽器が必ずつきものなんですけれど、その音がいい意味で硬くキンキンしている、鋭い印象で、ピアノも鋭いけど、ボーカルと森さんのギターは実はソフト。これってすごい調和だと思いませんか。こじつけたかもしれませんが、ちょっと関係ないんですけれど、今回調査するためにくちばしにチェリーをイヤホンで聞いてたんですね、 Spotify で。じゃあ昔とミックスが違ってるような気がするんですよね。というのも、リリースされた当時は左右でバンドサウンドとボーカルが真っ二つに分かれていたように思うんですね。確かそれはあえてそのようにミックスしたとかいう記事を読んだ気もするんですが、何か理由があって変更されたんですかね。知っている方いたら教えてください。単に興味があるだけなんですけれど。そして、低音の方ですが、こちらは E の3番、こちらミですね。かつてという曲で出てきます。少しというところ、低いですね。エゴラッピンはどちらかというと、低音をいかにかっこよく聞かせられるか、これはレッスンでも難題となっています。やっぱり女性がエゴラッピンを歌いたいという方多いんですけれど、なかなかここまでの低音って普段生活していて使わないですからね。歌を歌う時に母音を強調して歌うというか、子音を意識しすぎてしまうとアタック感が強くなりすぎたり、ハイトーンだと出しにくかったりするんですよ。だから中音域から高音域は喉の奥の方を意識しつつ、かつ母音を意識、この2コンボが理論的にいいんですが、低音に限っては逆なんですね。会話と同じ力量で、かつ子音を使ってソフトにアタック感、矛盾しているようですが、その感覚を出してあげる。少しの子、けだけでもいいぐらいです。少しではなく、少し、少しでもいいかもしれないですね。このイメージで出してあげると割と簡単に低音出せませんか。こういう説明って口腔内の環境にもよると思うので、万人には通用しないかもしれないんですけれど、試す価値ありです。くちばしにチェリーとかつて、この2曲で言うと、音域は2オクターブですね。一番人気の色彩のブルースも大体同じくらいです。
歌唱テクニックについてなんですけれど、中野さんはビブラート、フォールといった歌唱テクニックはもちろん使いますが、最大の魅力はやっぱり表現力ですね。これ歌が上手いシンガーを取り上げたら全員そうやんという話なんですけれど、それでも中野さんのことを語るならこれは外せないんじゃないかなと思います。同じ低音でも曲によって全然音量や声質が違ったり、ふざけた声使ったり、それはいい意味でですね、泣きそうな声を使ったり、ステージでも女優さん並みの演技力というか、キャラ編というか、誰になりきって歌ってるのか、動きを見ているだけでも幸せになりますよね。若い方、ご存知の方少なくなってきているかもしれませんが、僕は初めてエゴラッピーのステージを見た時にビョークだって思ったんですよね。ビョーク、僕の大好きなアイスランドのシンガーですが、アテネオリンピックのオープニングセレモニーでも歌ってらっしゃった世界的シンガーなんですね。動き似てるなーって、憑依してるんかなって思いました。あと拳と書きます。若干ニュアンスが違うんですけれど、まあフェイクとも呼びます。クラシックではメリスマとか、中野さんの声は昭和的っていう風に冒頭でもお伝えしたんですが、まさに昭和の歌謡歌手たちが必ずやっているテクニックですね。これは難易度が高いテクニックですが、エゴラピンを歌いたい方はぜひマスターしていただきたいなと思います。中野さんもかなり多用しています。ゆっくりやると、昨日の夢、ここですね。あとデジャブの香り、こんな感じの細かな音が入っています。今のところはフォールと合体してとてもややこしい音遣いになっていますね。すごく難しいんですけれど、 YouTube で 0.5 倍速とかにして細かな音を聞き取っていただいて、何度か練習すればマスターできると思います。こういうのってまずやっている箇所を聞き取る作業から慣れていくことが必要なんですよね。大体はやっぱり最初は聞き逃してしまいます。僕も歌を始めた頃、こんなことやってるなんて気づけなかったなとか、もしくはなんかやっとるなっていうくらいにしか感じませんでした。テンポを変えて再生するのは新たな魅力を発見できることにつながるので、僕は普段からテンポを高速にしたり減速したりできるアプリを使って音楽聴いたりすることがありますね。勉強のためじゃないですよ、単純にそういう聴き方が好きなんです。はい、それでは魅力をまとめさせていただきます。昭和感、これは外せないでしょうね。インディーズ時代からやっぱり異質でしたし、大阪といえばというシーンが、他にも大西ゆかりさんという大御所がいらっしゃるんですけれども、その方とエゴラッピンが大阪を代表する歌謡歌手といった感じ、異論ある方すいません、あくまで僕個人的な見解なんですけれどね、そういうイメージがあります。で、何が言いたいかというと、ビブラート、ここにこそ時代を感じさせる要素があると思うんです。中野さんのビブラートってのーといったような感じの、喉の奥の方で散らすといった感じのビブラートをよく使うんですね。僕のビブラートの練習動画では言うということを意識すると良いですよっていう話をしているんですが、これは散らす、喉の奥の方で息を断続的に散らす、僕の独特な表現になってしまっていたら申し訳ないんですけれど、このビブラートは中野さんの使用テクニックの中でも僕の大好きな部分です。今回はエゴラッピンの中野芳恵さんのボーカルの魅力について語りました。もうデビューしてかなり経つのでベテランの域に入ってらっしゃるんですけれども、デビュー当時からベテラン感があるって言われていたんですよね。本当にこういう特徴のある声、卑怯だなと思います。ボーカルテクニックというのは後天的につけられますが、声だけはボイトレでなんとかなるものではない、親からいただいた宝物ですからね。これは本当に羨ましいです。ここまでご視聴いただき、もし聞いたことがないという方がいらっしゃったら、ぜひ今すぐに YouTube で聞いてみてください。僕はあ、ラブソングという曲が一番好きです。少しでも興味を持ってくださったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけると本当に嬉しいです。あと取り上げてっていうシンガーや曲などあればコメントでお寄せください。 Instagram と Twitter もやっているので、ぜひ僕とつながってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ボーカルスタイリストの西高政でした。